い、どうも、フラちゃんです。じゃあ本日はダイヤモンドランク報酬がもらえたので、今回はそちらがどんな感じなのかっていうことで紹介していきたいと思います。いやー、こちらの家もね、L サイズででかいんですけども、今回のダイヤモンドランクの特典の方、L サイズの家とかもらってきたんで、早速ね、どんな感じなのかっていうのをやっていきたいと思います。はい、というわけでやっていきましょう。で、今回のダイヤモンドランクの報酬として天守城、こちら入手できました。で、まあ家を建て替える際なんだけど、これ庭具のやつとか全部なんか移動しないといけないんですが、これ多分このマイガーデン機能を使うことによって、まあある程度簡単になるんじゃないかなっていうことで、まあそう思ったんですが、まあ多分、まあおそらく家自体をマイガーデンとして登録しちゃうんで、まあ多分マイガーデンでやると多分家ごと変わっちゃうのかな。まあなので結局一つ一つ手作業で動かしていくしかないのか。じゃあまあこの辺片付けていきましょうか。よし、これで多分 OK なのかな。とりあえず庭具は全部出したんで、ここで家を建て替えましょうか。じゃあこちら家を建て替えるということで、ダイヤモンドランクの天守城やっていきたいと思います。あら、番地の敷地内に施設の人がいるみたいですね。あ、これダメらしい。よし、とりあえずこれで全員外に出しました。多分これで大丈夫なはず。じゃあこれで行きましょうか。あ、これ、あ、行きました、行きました、行きました。建て替えが来ましたよ。おい、あ、なんか立派な玄関ですね。家を建て替えました。もともと家の中にあった家具は配置中の家具から再び配置することができます。ということで、まあ前回ね、ここに引っ越してきた際、いろいろと苦労したんで、家の中のもの、できるものはすべてレプリカにしておいた。まあそういうわけで見ていくと、まあまあまあ普通になんかいい感じっすね。まあただいつものような NPC の配置にはできなさそう。まあちょっと早速中から見ていきましょうか。はい、というわけで中に入りますと、いやまあすごいっすね。なんか普通に、なんかこれまで知ってる家じゃないっすね。なんかね、ハウジングガチ勢が作りましたみたいな、そういった内装にすでになっているっていう。いや、これすごいな、これ。え、なんか、襖とかもあんのかな？いや、さすがにそういうのはないか。いや、すげえこれ。ちゃんと部屋が、いや、ちゃんとこうできてるね。一つの部屋でドーンってあって、じゃあここからあとは頑張ってくださいみたいな、そういう感じじゃなくて、いや、これ、もう、きちっと、もうこの時点で結構クオリティが高い。ね、この辺にもなんか置けたりするだろうし、あとは、ね、ここ、ちゃんと部屋になってる。ほら、なんか本来自分たちで作るようなやつなんかも元からこう、ドンと設置されていて、もう、この状態でもめちゃめちゃいい感じの部屋っすね。まあ、ただちょっと広いんで、少し迷路っていう、まあ、そこはあれかもしんないけど、これ3階もある。待って、4階もあるんだけど、これ。めちゃめちゃでかくね？これ、3階もほら、なんか奥の方に部屋あって、いや、めっちゃすごい、これ、奥行きやば。え、なんすかこれ、やばくね？なんか、すいません、語彙力なさすぎて、あれっすけど、あ、これ扉ありますよ、これ。これ、外に出れますね。ちゃんと出れるタイプの外。あ、しかもここ、ね、タンスとかなんかいろいろありますよ。お金とかいっぱい入ってそう。4階ちょっと行ってみましょうか。4階に関しては、まあ、そうね、ちょっと特に何もない部屋みたいな、屋根裏みたいな感じっすよ。ちょっと外出てみましょうか。てか、入り口とか出口とかたくさんありますね、ここ。まあ、もともと広いからそういうのいっぱい設置しときましたみたいな感じっすかね。で、一番上は、まあ別になんかベランダに出られるみたいな、まあこういうのベランダっていうのかな。よくわかんないけど、まあこういうちょっと外に出る、バルコニーっていうのかな。いや、ちゃんと外見れますね、これね。ここにいるよっていうのがわかる。いや、これいいな。で、その他には、さっき3階にあった、ちょっと扉から外に出てみましょうか。これどうなんだろう？どういう感じなんだ？ 3 階の方に関しては、まあ多分そのまま外に出られると思うんですよね。いや、なんかめっちゃ大阪城っぽい。え、なにこれ？え、すげえ。え、なに？やば！やばくね？これ。え、ちょっと今感動したんだけど。え、めっちゃいいじゃん、これ。え、これ本当に、ね、家の中というか、え、これ、あ、すげえわ。もうここだけでもう街になってるみたいなね。いや、マジで、あ、これ思い出した。天柱っていうゲームを思い出した。いや、マジ？で、これでようやく1階に出れるみたいな。これクオリティ高いっすね。やばい。これまでいろんな家見てきたけど、ね、井戸だったりとかさ、その他にもまあいろんなとこあるけど、いや、ただ、今回のような、
こんなクオリティの高い家って俺ちょっと今まで見たことないっすね。普通になんかこの家だけで鬼ごっことかできそうな、もうそんな感じっすよマジ。これ池とか入れんのかな。あ、これ池入れないね。これ外周も結構広めになっていて、裏側とかはまあ別に何もって感じか。いや普通にいいわこれ。なんかこういう明かりとかもなんかすげえいい味出してる。まあただ問題はどうやって NPC を配置するかだよな。これまでやっていたような感じではちょっと難しい気もするし、いやーちょっと参ったな。この NPC たちをどうするかちょっと困るなこれ。外に配置するか俺。まあそんな感じでめちゃめちゃ家すごいっすね。ちなみになんか外装とかその辺はどんな感じなんだろう。まあそんな感じで見ていくと、家の外観とか、まあ、この辺をいろいろパーツがありまして、まあ、ちょっと見てみましょうか。どんな感じに変わるんだろう。あーごめん、どういう、あ、ちょっと待って、わかんねえ。何が変わったのかすいません、ちょっと全くわからないですね。でなんか1階2階3階の建物でそれぞれなんかいろいろ変えられるらしい。一括で全部みたいなそういうのじゃなくて、もう一個一個全部違うらしいよこれ。色変えるとかありますね。とりあえず色変えてみましょうか。これ赤にしたらどんな感じなんだろう。一回赤にしたら窓の色が変わってるってことなんすかね。まあ、ちょっとあんまし違いがわかんないんだけど、まあ多分全部変えたら結構わかりやすいのかな。まあ、この辺もちょっと見てみるか。夢の秘密工場の建物。これでどんな感じ？あ、結構変わるね、これは。なんか全く違うものになったね。城というよりかはなんていうか、なんか全然違うわ。で、あとはアプローチとかこの辺もあって、なんかいろいろあるわ。例えばこちら、城の敷石。こちら見ていくと、あ、めっちゃ綺麗。あ、これいいっすね。たまらんっすね。で、こっちの秘密工場はどんな感じでしょうか。これは、まあ、ちょっと違うかな。ちょっと求めているものと違う。これ塀とかはどうだろうか。まあ、ちょっと見ていくと、これ絶対かっこいいでしょ。いや、超かっこいいじゃん、これ。ね、外側の男なんですけど、外周の。これやばいっすね。これ建てるだけで全然なんか、変わってきますね。まあ、ただ家の中が見えなくなっちゃうっていうのがちょっとまああれかもしんないんで、こっちのフェンスの方はどうだろうか。これであれば、あ、木だね、木造建築、あ、ちょっと微妙かな。だ、結局なんかそうね、夢の秘密工場を使うんであればもう全て夢の秘密工場にするみたいな、そんな感じが大事ですね。だと地面とか、この辺なんか、まあこれはあれか、いつもの通りか。内装とかも結構変えられるらしくて、まあ、ちょっと見ていくと、まず1階の壁とか、この辺なんかも、まあ秘密工場あるね。これちょっとやってみると、どんな感じに変わるんだろう。うわ、全然違え。なにこれ。あ、これ秘密工場だわ。あ、これはこれでありかもしれんな。あとは床とかもあるよ、これ。ちょっと床見ると、あ、いっぱいあるね、これね。当然、あ、秘密工場あるよ、俺。ちょ、秘密工場見てみようぜ。どんな感じや。おー、これは秘密工場。ね、忍者屋敷みたいな感じになるね、これやると。これ、水槽とかどう、これ。水槽、さすがに合わんか。合わねー。なんか、高級料亭みたいな感じになったけど、ちょっと違うっすね。これ、階段とかもあるよ、俺。これ、どんな感じや。秘密工場。秘密工場行っちゃいましょうか。秘密工場、おー。なんか結構ね、木材と鉄を組み合わせたような、そんな感じの見た目になりますね。だから扉とかね、この辺も、いや当然あるよ、秘密工場ですよ。秘密工場見ていくと、おお、メタリック、いやサイバー感あふれるね。まあそんな感じで、まあいろいろあるね。ちなみに壁の色とか変えるとどんな感じなんだろう。今なんか全体的に白色っぽいけど、例えばこれを赤色にするみたいな、そうなると、うわー、なんだこれ、なんか急にちょっとピンクな感じになりましたよ、これ。青とかどうだろう。青は、あー、これはまあ、なくはないかな。なくはない。緑とかどう？緑だと、うわ、なんか、すげえ。なんだこれ。黄色はどう？黄色。黄色結構いいんじゃない？黄色、あー、なんだろうな。なんか、あ、全然あり。これ全然ありっすね。黄色のこの壁って結構見るよね。あとは床の色とかもあるよ、これ。例えば赤とかさ。この辺にしたら、あー、全然ありだね、これね。めっちゃ高級感出るやん。めっちゃなんかいい感じっすわ。元の色だとやっぱちょっと汚い感じがしますね。なんか白アリとかいそう。で、青とかどう？青は、あー、ちょっと重い。重いけどなんかカーペット感がすごいな。
めっちゃカーペット敷いてあるみたいな、そんな感じで。次緑、緑はなんか気持ち悪い、キモいわ。黄色、黄色は結構ありだと思う。あ、全然ありだね。むしろこっちだね。こっち、こっちの方がなんかいい感じ。ほら、なんか現状の今のこの焦げ茶色っていうの、この色だとさ、一昔前のちょっと汚い床みたいな、そんな感じの印象を受けますね。だから床に関してはやっぱ色変えた方がええんかな。で、あと階段の色とかどう？階段をちょっと赤にしてみようか。赤にすると、うわー、もうレッドカーペットいいね。青見てよ、青。青は、いや、うん、いいね。青意外としっくりくる。ずっしりくるからね。じゃ次、緑。緑は相変わらずちょっとキモいっすね。ちょっと緑はないわ。黄色。いや、これは絶対ありでしょ。うわ、もう絶対あり。これはありだわ。もうなんなら、床の色そのままにしといて、階段だけこの色にするっていう。そうするとなんか色のメリハリがちょっとついたりして、めっちゃなんかいい感じ。際立つね。いや、これはなかなか、色変えるのも面白そうっすね。で、その他にはダイヤモンドではないんだけど、まあいろいろもらいまして、例えばこちら仕草書ご機嫌 C、 まあ要はこれご機嫌クローバーってやつですね。まず通常のご機嫌、こちらです。非常に可愛らしいですね。で、続いてご機嫌クローバー。ご機嫌クローバーはまあこんな感じにポン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 、なんか横からクローバーが出るみたいな。あ、可愛い可愛い可愛い。あ、これいいね。ステップでね、こんな感じに、はい、ポン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 、ステップに合わせてクローバーがポンポン出る、まあ、結構可愛らしいですね。まあ、あとはその他にももらったものがありまして、まあプラチナランクの特典ではあるんですけど、まあ、ちょっと多分みんな気になってるのかなということで、スライムの花火プリズムということですね。実はまあ2種類あったんですけど、そのうちの1つみたいな感じ。はい、というわけで、どんな感じの見た目なのか、こんな感じ。結構やかましいっすね。やかましいけど、いや、全然悪くないっすね。後ろのスライムのネオンがいい感じになっていて、夜だとめちゃめちゃ発光して、めっちゃ目立ちそう。いや、普通になんか花火とか綺麗だし、割と乗ってみると、あ、結構いいっすね。なんかさすがなんかプラチナランクって感じ。他のドルボードとは一味違った高級感が溢れる。まあそんな感じでね。今回はドラゴンクエスト10のショップランクの報酬をちょっと紹介してみました。というわけで、いかがでしたでしょうか。今回紹介したのはダイヤモンドランクになったということで、いろんな特典をもらってみました。まあその他にも庭具とか家具とか結構もらえるものも多くて、まあ割と良かったのかなって感じですね。まあ実はダイヤモンドランクで今回いろいろもらうのが初めてなんで、思ったよりも高級なものがもらえてちょっとびっくりしています。まあ次回もね、俺はダイヤモンドランクを目指して頑張っていきたいと思います。というわけで、今回の動画がためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、また会いましょう。さよなら。